おはようございます。総帥久しぶりじゃないですか。総帥久しぶりですね。そうだね。今まで どちらに。まあ、俺は相変わらずこう旅で久しぶりに今東京に戻ってきたわけだけど、ね、まあここでガツッと明日ビクトリアマイルっていうの、はい、G1 らしいから取って、まあガツッとな、あの全額寄付するぐらいの気持ちでさ、はあ、ね、君もやんなきゃダメで、はい、わかりました。6回ビクトリアマイル、あのいつも言うんだけど新聞関係ないんだよ。あ、新聞関係ない。関係ないし、再三言う通りね、はい、走ってんの馬じゃないんだよ。分かってると思うけど、数字ですよね。そうそう、明日はちなみに何番の数字が来るでしょうか。もうだからよ、新聞見てるじゃないですか。番号よ。あ、番号、ね、いかがでしょう。明日は17頭ブエナビスタ対アパパネの対決が注目されてますけども、まあね、来るものは来るよ。はい、その来るものは来る。何が来るんでしょうか。まずヒントその1、いい？大事だよ、はい、奇数枠。奇数枠1357で、まあ大本命であろうブエナビスタが7枠に入ったということは、おのずと他の奇数枠が絡む。だから枠連で買うならば奇数枠だよね。ああ、それはブエナの7枠を軸に。いや、あえてボックスにした方がいいだろうね。ボックス1357のボックスの枠連ボックスですか。枠連のボックス。ただブエナビスタ来た時にこれ配当の問題あるから、そうですね、まあね、結論、はい、やつが来るよ。